立ち合いです。引き起こしていきます。のど攻め。今日も揺るがない相撲です。白鵬勝って幕内900勝達成、7勝1敗で明日からの後半戦に向かいます。後ろに下がっても何かこう危ない印象というのを受けません。このあたりが大島さん、横綱の強さでしょうか。余裕ですね。最後の回り込むとこなんかもう余裕すら感じちゃうっていう、すごいね。やっぱり